はい、ハリウッドチューブ、ジャッキーの謎企画、2023年の1月25日中に、23本動画上げるってことをやってました。そしてついにね、今時刻は20時、まあ、50分ぐらいかな、まあ、9時前ですよね。今日朝10時からやりだしたんですけど、ようやく全部完了することができました。まあね、お疲れ様でした。まあ2年ちょいぐらいまでやって動画も、まあ、1100本近く、まあ多分今日ね、23本開けたんで動画も1100本超えたと思うんですけど、いろいろね、僕という人間が、人生八方塞がりになってからのこうプロセスをたどってね、邪気の幸せ研究所っていうのをやってきました。で確かに6年以上学んだんですよね。僕もう今でも覚えてるんですけど、もうズタボロになった時が2016年だったんで、今2023年ですから7年前か。その時からの学びで今があるんですよね、僕が。まあよくこうなったなっていうふうに思いますし、まあある一方の考え方からすると、まあこうなるべくしてなったから、ちゃんとうまいいい感じの兆しになってるなっていうふうにも思うんですけど、で発信するメッセージたくさん届けさせてもらいましたし、人って誰のメッセージが届くかって分かんないんですね、正直。同じような似たようなことを僕も言ってるんですけど、この人と波長合うなとか、この人は波長合わないなって人それぞれあるんで、その中の一人なんですよね、僕も。人生良くしたいとかね、この地球生活、人間ゲームっていうかね、この命魂、できたらね、やっぱりせっかく生まれてきたら楽しんでいきたいっていうのもありますからね。まあ今後いろんな人生、いろんな命、いろんな魂、そして僕という存在、メッセンジャー、どうね、変動してどうなっていくかっていうのは分かんないとか言いつつ、なんとなく分かるんですよね。それはどうなるかというと、良くなっていくんですよね、着実に確実に。僕23本今日動画上げることができて、いろんな発信もさせてもらって、言いたいことはね全然足りないし、もっとね僕の話がうまかったらいいんですけどね。そうで、さっきね、なんか電波が降りてきまして、まあ僕23本やったと、まあそして2年間やってね、チャンネル登録も100人を超えて嬉しいんですよね。で今後の僕の展望とすると、どんどん夢を叶えていく人間になっていく必要があるとなんとなく思っちゃってるんですよね。夢を叶えていく必要性があるんですよね。僕前名古屋帰って実家に帰った時に、両親から自分のデータを見させてもらって、生まれた時刻が17時17分なんですよね。でそのエンジェルナンバー調べてたら、まあちょっと使命があるみたいなことを書いてて、まあその一つがね、まあ今こういうふうな発信をさせてもらってる、発信させてもらってるような内容だとは僕は
思ってるんですけど、でその使命に向かうためにちょっとベクトルを変えて自分をちょっと追求していこうかなって思ったんですよね。まあ直感なんですけど、まあちょっと衝撃発表、まあ今日でも YouTube をちょっとやめます。まあ、っていうのは嘘なんですけど、直感でそのこの辞めるっていうアイデアが思い浮かんだんですよね。はい、あのなんか急に変なこと言ってごめんなさいっていうところがあるんですけど、そのくらいにこの脳みそに降り注いできた直感をつかむか否かってところで、人生の楽しさって変わってくると思うんですよね。良くなるしどう考えてもね、でも理屈とかこうしなきゃあかんでしょとかなんかこの謎理論で人生行くと、それこそその頑張る無理する必死になるとか忙しいとかもうなんかやべえことになって、そのタイタニック号がこう岩にぶつかるみたいな感じなんですね。だから生産性とかじゃなくてやりたいことをやるっていうのが基地だと改めて今回のこの23本今日あげるよチャレンジを終えて感じれた感想です。はい、なんかややこしくて申し訳ないんですけど、しっかりこのジャッキーを、この企画が成功したことによってもっと愛すべき存在になれた、なれました。どんどん発信発展していくので、ありがとうございます。よろしくお願いします。